はい、どうもこんにちは、元です。ポケセンオンラインにて5パック限ですが、 V スターユニバースの再販が出てきましたね。皆様は151購入ついでに5パックチャレンジしましたか？コメント欄よろしくお願いします。さて本日は V スターユニバースの人気カードたちの価格について調べてきましたので、参考程度に聞いていただけると嬉しいです。私ことですが、今年でチャンネル登録1500人を目指しております。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは紹介していきます。購入は自己責任でよろしくお願いします。1枚目はオリジンパルキア V スター UR です。メルカリでの高値では3900円の取引がありました。購入相場的には2400円から3400円の取引がありました。2枚目オリジンディアルガ V スター UR です。高値では約3500円の取引がありました。購入相場的には2600円から3400円の取引がありました。3枚目アルセウス V スター UR です。高値では約5600円の取引がありました。購入相場的には3700円から5000円の取引がありました。4枚目はギラティナ V スター UR です。高値では約8000円の取引がありました。購入相場的には5500円から7600円の取引がありました。5枚目はカミスレのきらめき SR です。高値では約3000円の取引がありました。購入相場的には2400円から2900円の取引がありました。6枚目はカイ SR です。高値では約5000円の取引がありました。購入相場的には3500円から4900円の取引がありました。最後はピカチュウ AR です。高値では約9000円の取引がありました。購入相場的には6500円から8000円の取引がありました。カミツレやカイなどは比較的購入しやすいので、持っていない方は狙ってみても良いのかなと思っております。その他ポケモンに関しては海外人気もあるため、この再販で価格を落とすようなら狙ってみてもいいのかなと思っております。今後ポケモンカードに関する情報発信していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。